批評です。レガシーアウトバック日本で生産終了します。レガシーアウトバック30周年の集大成を確認しないといけないですよね。レガシーツーリングワゴンに7年間、そしてアウトバックに3年間乗ったスバル人の私です。スバルレガシーアウトバックの最終型の魅力を確認してきました。最終型のアウトバック、そして新型レイバックに連続試乗して分かったことがあります。皆さんこんにちは、 JCAM です。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。改めてスバルレガシーアウトバック最終型の紹介をしていきます。アウトバックリミテッド EX 水平対向 1.8 リッターの直噴ターボエンジンです。最大トルクは300ニュートンメートル、車体重量1720キロ、最低地上高は213ミリです。225-60R 18インチタイヤで、最小回転半径は 5.5 メートルですね。全長は4870ミリ、幅1875ミリ、高さ1675ミリとかっこいいクロスオーバー SUV です。レガシーアウトバック30周年フェアをやっていましたね。フォレスター5年目の車検見積もりとアウトバック最終型を見に来ました。しかしアウトバックが日本生産終了は悲しいですね。これに関してはまた別の動画で語りたいと思います。いいね、もったいねえな、かっこいいのにな、なくなるのか。アウトバック惜しいですね。これがついたのか、伸ばすやつ。改めて座るとシートもいいな、やっぱり座り心地がいい。なるほど、サマーライトのいいシートと思ったけど、アウトバックのシートもすごくいいな。包み込む感じがあるわ。ここもドラッグピアノって光ってる、かっこいいね。ここもかっこいいじゃん。ステッチもちゃんとこうついてたな。ここもちゃんとメッキついてるし、後ろもちゃんとブラックピアノで、ここもちゃんとスバル特有の踏み台もあって、また広いな、やっぱりここ先が広い。座りだってめっちゃいい、後ろもこれはいいな。なんてなくなるのか、惜しいですな、ね、シートギターもついてるし、ここも多少もいい。多分ブロックピアノだな。いいな、気持ちいい。後ろの座り心地もすげえいい。よくないシート、やっぱいいよね、広いし。あ、まいちゃん、いいよね、やっぱアウトバックね。高級感もあるよね。そこもほらね、いいよね、そこもね、持ち手部分と、あとこれも伸ばせるようになったね、今新しく、あの三マラチと一緒で。前 ここだね、ここで。どうね、ほんとそれがぴったりな言葉だよね。シートやっぱいいよね、あと広いやろね、やっぱりね、やっぱアウトバックがいいよ。なんでなくなんだろうね、本当に惜しいね。楽だよねこれね。それでは最終試乗チェック行ってみましょう。その前レガシーだったんで、ツーリングワゴンのアウトバックのフォレスターっていう感じですね。そうですね、なかなか多分レガシーからフォレスターに行かれる方もなかなか私もいらっしゃらなかったですけど、アウトバック以来唯一 S シャープモードまで、そうですね、運営があるので、滑らかに、そうですね、やっぱ滑らかですね。なるほど、ね、
しますか。あ、でも大丈夫です。はい、久々に。こっちですよね。はい、お願いします。そう、最初、2年ぐらい前に試乗したときに、はい、まあ、1.8 リッターだったじゃないですか。もう一個出てくるかなっていうのも、ちょっと期待して。2.5 とか。2.4 とか、はい、2.5 とか。アメリカあったりするじゃないですか。そうなんですよね。そうなんですね。そういうのもあったんで、ちょっと。国内はなかなか大排気量は作れない。車は厳しいので、国内は。これは、あとシートベンチュレーションついたんですよね。そうです。ここに風車マークがあるんですけど。あ、はいはい。これですかね。はい。あ、押すと、シートから、こう他のメーカーさんだと、あ、そうですね。冷気を出すんですけど、はい。スバルの場合、これ吸い込む方式になります。あ、スバルは吸い込む。吸い込む。あ、確かに、トヨタのラブ4に、ちょっと、レンタカー借りた時に。はい。シートベンチレーションついてて、それは確かに吐いてた気がしますね。結構冷たく、冷たく、はい。これは吸うんですね。熱気を吸ってくれます。ああ、でも自分どっちがいいんだろう。自分結構汗かくんで、これはこれでいいなと思ったんですよね。唯一ベンチレーションついてるのはレガシーだけなので。ですよね。いや、でも今後どうなるんですかね。アウトバックの、はい、まあ、フラグシップじゃないですか。そのフラグシップで、どれがフラグシップになるんですかね。レボーグですか。レイバーグ。先行車。発進しました。まあ、レヴォーグに私はなる気がしますね。やっぱりもともとレヴォーグの一番最初の開発の時もレガシーのツーリングワゴンを、はいはい、まあ、あれを伝統的に継がせるという継承させる意味で作られたので、レガシーも最初はあのワゴンとツーリングワゴンとセダンがあって、その後アウトバックちょっと遅れてきて、で追いかけるようにはレイバックが。まあ、ちゃんどう、後ろの乗り心地。うん、いい感じよね。ゆったりだね。ゆったりだね。揺れも少ないんじゃない、やっぱり。うん、やっぱりいいですね。あ、でもシートベンチレーションいいかもしれないですね。いや、吸うんですけど、確かに。でも今日少し暑いじゃないですか。はい、いいかもしれないですね。これインフォメ、これ 12.5 インチでしたっけ。あ、そうです。はい、でもやっぱ見やすいですね。そうですね。アウトバックのこのインフォメーションディスプレイ。フォレスターも、まあ、真ん中だけインフォメーションついてますけども、ここまでは切り替わらないですからね。ですよね。あ、や、地図も見やすいし画面が見やすいですよね。あ、でもこのアウトバック、革シートってやっぱり夏特にそうですけど、熱がこもりがちなので。そうですね。フォレスターってハイブリッドですか、はい、ターボ。あの、Eボクサーの、ね。Eボクサーの。はい。なんで来年出るみたいな話もあるじゃないですか。そうですね。あれも気にはずっとなってて、もう、その、アウトバックを見送った時も、やっぱり、アウトバックでストロングハイブリッドなのか、はいはいはい、フォレスターでストロングハイブリッドなのか、あ、どっちで来るんだろうっていうのを。ちょっと待ち。そうですね。2年ぐらい前、ちょっと。って感じでしたね。そしたら蓋を開けてみたらレガシーが終わってしまう。そうなんですよね。この地図も見やすいですね。そうですね。やっぱ横じゃないじゃないですか。他のメーカーさん横が結構横ですよね。でも立って見やすいですね。ちょっと進行方向に向かっていきますしね。そうですね。ここのインターフェースの作りとかはやっぱりスバルの独自がありますね。左右広さしっかりと隠すためにって。そうですね。フォレスターの視界がすごいじゃないですか。はい、あれがやっぱりいいなっていうのをずっと乗ってて思いますね。でこれもやっぱりスバルはゼロ時安全を言ってるんで、アウトバックが見やすい。見やすい。ずっと昔からスバルって感じですか。レガシー。そうですね。レガシーが最初の自分の車だったんで。あ、じゃあスバル一筋で。はい、そうですね。でちょっと最近プジョー一台はプジョー行ったんですけど、でもプジョーに買う前もインプレッサーやっぱ検討で、はいはい、インプレッサー乗ってすごい楽しかったですね。いや、いい車だなと思いました。インプレッサーは本当に楽しかったですね。試乗させてもらって、あ、ただ本当に、あ、インプレッサー買っちゃおうかもなって思っちゃいました。いやいや実際問題。けどいろんな車やっぱ試乗させてもらった中でちょっと2代目サンマラジがすごい良くて、うん、ちょっと買っちゃったんですけど、
スバル持ちだとなかなかですよね。完璧な喫水の、そうですね。そうなんですよね。でもインプレッサーよかったな。そうですね、今のインプレッサー結構あの FF で2リッターのとか面白い動きしてくれるので。そうですね、あの軽いですね。軽いやっぱり軽いし、あとなんか乗ってて実際の速度より速く感じますね。そうですね、ちょっともう、うん、まあ、飛ぶようなじゃないですか、うん、なんかそういう軽やかに進むんで、あれは多分妻も乗ったら楽しいっていうな、うん、だろうなと思いましたね。実際試乗しようかって言ってたんですよ、もう一回。あ、本当ですか。あの妻にやっぱ一回乗ってもらってと思ったんですよ。いえいえいえ、その前に308乗って308がインパクトが結構すごかったですね、ちょっとよかった。私あんまりこう輸入車とか乗ったことがないんですけど、やっぱりちょっと国産とは違う味付けだったりするんですか。そうですね、でも多分スバル好きな人は308は絶対好きだろうなと思いますね。まだちょっとハンドルもなんだろう、多分今のスバルの方がちょっとあのなんて甘さっていうかなんて、ちょっと余裕があるっていうんですかね、うん、ちょっと遊びが、そうですね、遊びがある感じですね。遊びが、まあ、全然ないって感じ。あ、じゃあよりこうクイックに全部クイックに反応するって感じ。だけどまっすぐ走るんで、なんか反応しすぎることもない感じ。だから、まあ、スバリストは乗ったら絶対好きになるだろうなっていう、あ、そういう感じの。で、ね、自分 PHV 乗ってるんで、はいはいはい、ちょっと重さも適度にやっぱりいい感じの、あのこの安心感というか安定感につながってる、快適性もありつつスポーティーって。あ、でもやっぱりアートバックはいいですね。ゆったり。そうですね。ロングドライブ、まあ、じゃあ後ろのロングドライブもいいんじゃない、やっぱり。楽だね。だよね。絶対楽だよ。やっぱ308でちょっと旅行するんですけど、やっぱ後ろ、はいはい、まだやっぱ狭いんで、やっぱりフォレスターの方がいいって、やっぱ子供たちもいますし、アウトバックはより快適ですよね。ちょっと静かですね。静か。ラグジュアリー感はやっぱりもう明らかにありますね。いや、だからそのラグジュアリー感をレヴォーグが受け継ぐわけじゃないだろうなと思ってて、あ、それがちょっと どういう商品戦略でいくのかなっていうのが。そうですよね、最上級グレードが今一気にポンとなくなるわけなんで。そうなんですよ、やっぱこのラグジュアリー感とこの静粛性とこのゆったりだけどちゃんと少しスポーティーもありつつっていう、話はいいですね。そうですね、あ、間違いない、やっぱフォレスターよりいい車なのは間違いない。乗っててやっぱり下からのロードノイズも全然少ないですしね、静かだし、周りからもね、まあ、ちゃんね、遮音性も、そうですね、外のノイズが聞こえづらいっていうのを本当に皆さんおっしゃってて、やっぱここに置いてこの感じがすごいちょうどいいですしね、もったいないですね。いや、そうですね、私もいきなりなくなりますっていう通達を受けて、なんでなくすんだろうって正直あります、ね、絶対スバリストみんなえって感じですよね。やっぱちょっとクイックなんですよね。そうですね、Sシャープになると、だから絶対なんか暴力的な感じはしないし、私のドッカンタウンみたいな、そんな感じじゃないですからね、アウトバック STI 30th anniversary。 やっぱりアウトバック良かったな、試乗しましたが、まあ新しくシートベンチレーションもついてましたし、やっぱりラグジュアリー感はアートバックだよな。いや、良かったなと思いますね。最終型のアートバック、そして新型レイバックに連続試乗しました。新型レイバックの試乗とアートバックの比較は次回。私はフォレスターの動画、そしてこの新型308の動画、またキャンプ、スノボといった趣味の動画や生活スタイルの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。